いただきます。乾杯。はい。60の年月を重ねても挑戦は続く。制約など振り払い この電車乗って、とりあえず先々の話を聞きたいと思います。懐かしいですね、シドニーの電車ね。昔はもっと汚かったんですけど。 2階もありますか。しかも、とりあえず。セントラル駅構内です。いや、めちゃくちゃ広くなって全然わかんない。迷子ですね。一応ですね、プラットフォーム20番に乗ればサーキラッキー行けるってことだったんですけど、こっちはこんな感じで、皆さんおはようございます。高田隆二です。ただいまシドニーです。オーストラリア、シドニーに来ます。セントラル駅ホームです。はい。こんな感じです。天気は雨、めちゃくちゃ寒いです。ということでこれからですね、サーキュラキー、オペラハウスで飲んでこようかなと思うんですが、都会ですからね。非常に電車とかね、わかりづらいです。今電車入ってきました。あんまり時間がないんですよね。午後の便でノールドコースに戻る予定です。いけるのかな。はい、ということで頑張ってね、なんとかオペラハウスは見て、タワーブリッジ見て帰りたいと思います。はい。
昔ここからよく高速船とかに乗ってね、ノースの方遊びに行きました。友達がいましたので、ね、懐かしいですね。水きれいだな。まあまあ、ということでカバンを持ってうろちょろしていきたいと思います。そうですね、お腹空いちゃったな。いや本当に綺麗になりましたね。昔はこんな建物もたくさんなかったし、ハーバーブリッジですね。今なんか大きな船がたくさん来てますね。はい、サーキュラキー到着しました。真正面には客船止まってますね。大きな客船がこちら止まっております。こっちがね、ハーバーブリッジ、真正面オペラハウスが出ました。こんな感じですね。オペラハウスがはい、オペラハウスの前です。ハーバーブリッジ。上の雲でね、霧と今で隠れてます。街の方もなんかもう霧で隠れちゃってますね。寒い。めっちゃ寒いらしい。世界遺産のオペラハウスです。世界文化遺産。Thank you.
私も普通に来ております。さあ大変みたいと思いますハーバーブリッジの下まで来てます。さあマーケットが行われています。15年創業のホテルバーに来ます。パブ、バー。アイリスパブです。マシロポテトにしました。長めこどこです。今から見るといいことないこの後はシドニーのアメスティングフードブリスベンの行政です20年ぶりくらいですね。パーティーですね、これからね。はい、ということでね、ごちそうさまでした。100年以上前の老舗のパブバーで懐かしのオーストラリアご飯をオージー飯を食べるということで、こちらでいただきました。ステーキいただきました。
アイリッシュパブですからね。アイリッシュの方が昔は集まったりここに泊まったんじゃないでしょうかね。あれ、いやー、このお家もなんかおしゃれだな。地下、確かね、地下とかあったりするんですよね。もう今はおしゃれになっちゃった。懐かしのロックスです。それでは最後までご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。高田高木でございました。それでは See you next time. バイバイ。おしまい。シドニー編、ここでおしまいです。お腹いっぱい。自由の星、月を誇りに、心は自由に。